新鮮安心いなべフーズ。今回ご紹介するのは、いなべの特産黒米酒。このお酒には市内の黒米生産者の方々が丹精込めて作った美味しい黒米が使われ、米作りを通じていなべの里に夢を与えたいという思いから、マイドリームというネーミングが付けられています。10年前にですね、当時黒米を使ってですね、何か地域でですね、特産を作ろうということで、稲毛酒造さんにお願いしてできた黒米酒です。現在売り棒で販売されている黒米酒は、昨年10月に収穫された黒米から作られたもの。昨年はですね、猛暑で大変でしたが、10月には収穫できてですね、それを使って限定で500本作っていただきました。気になるそのお味は？黒米独自のですね、甘い味がですね、しておりますね。黒米はですね、もち米ですので大変甘くですね、仕上がっているんじゃないかと思います。見てもらった通りですね、ピンク色でですね、綺麗な色なんですけども、飲んでもらってもですね、甘くてですね、フルーティーで、特に女の方にですね、ワイン感覚で飲んでいただけるんじゃないかと思います。このお酒はですね、普段お酒を飲まない方でも大変飲みやすいので、お酒は昔から百薬の長と言いますのでですね、毎晩晩酌にですね、杯に一杯ずつ飲んでいただくと大変ありがたいですね。いなべのですね、黒米酒をですね、地域のですね、ブランドといいますか、そういうのにですね、なるように、これからもですね、頑張りたいと思います。皆さんの熱い思いが詰まった黒米酒マイドリームは、売り棒で販売されています。